推進式、プロップファン機の模型牽引式、プロップファン機である1-70プロップファンエンジン、またはオープンローターエンジンはターボプロップエンジンを発展させた飛行機用エンジンであり、一般にはタービンと同軸線上に交代角のついた二重反転プロペラを配置したものを指す。開発当初の黎明機は多数の羽を持つ一重プロペラの牽引式であったが、 現在では上述の通り二重反転プロペラの推進式である。ターボファンエンジンと同等の高い飛行速度でターボプロップ並みの低い燃料消費率となることを目的に設計されている。一般的なプロペラ機が450マイルパワーを超えて飛行する場合、プロペラ回転速度と飛行速度を合成したプロペラ先端の待機速度が音速を超えてしまい、 衝撃波が発生して損失が増加する。このために450マイルパーアワーがターボプロップ機の実用限界速度と考えられており、それ以上の速度で運用する機体にはターボファニエンジンが用いられていた。1970年代のオイルショックを機に飛行機の燃費低減が課題となったことで、アメリカ合衆国でターボプロップ機を高速化する研究が始まり、 複合材料を素材とし、抗体核を持たせて、衝撃波の発生を遅らせるプロペラが開発された。その後ジェット旅客機のターボファンエンジンを推進式二重反転プロペラに置き換える研究が進められ、1980年代の試験では、当時のターボファンエンジンに比べて30%から45%の燃料消費率低下が確認できた。一方で、 プロペラによる振動と騒音が問題となり、実用化は遅れていた。やがて石油価格の低下と、勾配パス比のターボファンエンジンの登場によって徐々に燃費面でのメリットが薄れていき、アメリカでは実用化せずに研究を終えた。ソビエト連邦では、軍用輸送機向けに牽引式、プロップファンが研究されており、1994年に初飛行した。 ウクライナのアントノフアン -70 が世界初の実用プロップファン機となった。その後の石油価格の上昇で2008年にはゼネラルエレクトリックが再び研究に着手している。1970年代に NASA は先進ターボプロップ計画として高効率ターボプロップエンジンの研究を始める。アリソン、プラットホイットニー。 ハミルトンスタンダードと共に研究を重ね、1987年には、グラマンガルフストリーム2の主翼に、エンジンとプロペラを搭載して、試験を行った。GUDF、ゼネラルエレクトリックは、アンダクテッドファンと名付けた、推進式のプロップファンを研究し、1986年には、試作した GE、GE-36 をボーイング727に、 搭載して試験を行い、その後 MD80 でも試験が行われた。現在は CFM インターナショナルにおいて研究が進められている。ボーイング・ボーイングは日本との共同開発を予定していたボーイング 7J7 への GE-36 の搭載を検討していた。ボーイング727のエンジン一機を GE-36 に換装しての試験では 45%もの燃費が改善したと報告している。マクドネルダグラスマクドネルダグラスは、MD-94X への GE-36 の搭載を検討し、車輸の MD-80 の左側に JT-8D の代わりに GE-36 を搭載し、超高バイパス実験機として、カリフォルニア州モハーベにて試験を行った。 九百八十八年まで試験は続けられ、燃費はターボファン搭載の m d 八十に比べ三十パーセント優れ、騒音についても FAA ステージ3を満足しており室内の騒音、振動も抑えられることが分かった。ゼネラルエレクトリックと同時期にアリソン、プラットホイットニー、ハミルトンスタンダードも NASA での研究をもとに共同で五百七十八 デラックスプロップファンを試作した。578デラックスは GE-36UDF とは異なり、通常の減速ギアボックスを低圧タービンとプロップファンの間に備えていた。578デラックスは MD-80 に搭載して試験が行われ良好な成績を示した。ものの、低燃費の利点を帳消しにするほど客室内の騒音がひどかった。 1987から1989年に、ホンダ技術研究所内航空機エンジン R&D センターにて、2.5X と呼ばれた二重反転推進式、プロップファインエンジンが研究されていた。1980年代半ばに計画されながらも、中止となった L-106 輸送機向けの m k 9 2エンジンをもとに、 クズネツオフへ抜けマイナス93として、プロップファンエンジンの開発が続けられた。2007年にいるマイナス76に搭載して、試験が行われた模様。可変式の二重反転プロペラを備えた、牽引式、プロップファンだが、プロペラをダクトに収めており、ターボファンに近い外観をしている。2009年に開発中止が伝えられている。 アン -70 に搭載されたプログレス D27 プロップファンエンジン1992年に EU チェンコイコールプロフレースはプログレス D-27 プロップファンエンジンを開発。ツマイナス -95 に搭載されているクズネツオフ NK-12 と同様な同軸反転プロペラの牽引式でオーソドックスなターボプロップエンジンに近い外観をしている。 D-27 はアントノフが開発したアン -70 輸送機に4機搭載されており世界初の実用プロップファンエンジンとなった2008年ロールスロイスホールディングスがプロップファンエンジン RB3011 を開発中であるとの報道があったその後2013年に計画の中止が報道されたエンジン後方にプロペラを備えるものエンジン前方に プロペラを備えるもの、ありがとうございます。